特撮、ドラマ、役者さん、好きなものを語るラジオチャンネル、ゆうちゃまの独り言。特撮ドラマ、ガールガンレディを語ろう。どうもゆうちゃまです。深夜特撮ということで話題になってたんですけど、当時はゆうちゃま見れなくてですね、ついに時間をとってこの作品を見ることができたんですけど、気になってはいたんですよ。いざね、このドラマを見て、いやーなんという隠れた名作があったんだっていう衝撃を受けましたね。見とけばよかったなと思いました、当時。女の子が銃を撃って、サバイバルしてるのかなみたいな、ちょっと遊びでやってるのかなって安直な感じだと思ってたんですけど、もう本編見たら毎回命がけのサバイバルゲームで、撃ったら血は出るわ、戦いは終わらないわで、これマジなんだなって、なんかそういう、なんか一気に見てて世界観に引き込まれましたね。白石聖さんが主演なんですけど、すごくお芝居がまっすぐで、キャラクターの成長具合とも共にお話を楽しめて、そこが良かったです。なんかね、こうすごい視聴者目線でしたよね。最初はなぜ戦わないといけないのか、でもみんなのために、チームが勝つために戦うっていうね、なんかそういう感じが良かったですね。この作品を見るとプラモデル作りたくなりますよね。僕は正直不器用なんで、多分作れないんですけど、買ってもプラモデルっていう目がありますよね。なんかそれは、なんか女の子がプラモデルを作ってるっていう、なんかこう、なんだろう、新しいジャンルが生まれてるような気もしますね。もちろん女の子がプラモデル作ってる子って全然いてると思うんですけど、なんかもっとこう文化が広まって、プラモデル業界っていうのが盛り上がったらいいなって思いますね。ほのぼのもあり、シリアスもあり、ちょっと涙流す瞬間もある、そんなガールガンレディ、30分特撮ドラマで非常に見やすいので、気になった方はぜひ。濱田岳さんがいい芝居してるんですよね。バイバイ。ゆうちゃまの独り言を最後まで聞いていただき、本当にありがとうございます。よかったら他の動画もぜひぜひ覗いていってくださいね。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それではまたね。ゆうちゃまでした。